ああ、この靴下ももうダメそうだな。でも新しいのを買うお金もないし、今月も500円か。頑張らないとな。僕は釜家譲る。訳あって1ヶ月500円で生活している。お腹すいたな。ああ、一度でいいからお肉を食べてみたいな。500円生活となると1日に使えるのはたったの16円。お肉なんて贅沢品はとてもじゃないけど買えなかった。頼れる親戚もいない僕は、お世話になっている農家のおばあさんが所有しているアパート若葉ハイツに住まわせてもらっている。夕飯にしよう。もやしはっと。うん、立派に伸びてるぞ。1週間耐えた甲斐があったな。僕は押し入れでもやしを栽培して主にそれを食べて生活しているのだ。おばあさん、今日も手伝いに来たよ。今日はアントンさんたちもいるんだね。アントンさんたちは町の便利屋さんで、収穫の時期になると時々手伝いに来てくれているのだ。今日もお手伝いして偉いな、ゆずるくん。いえいえ、お部屋をお借りしているのでこれくらいどうってことないですよ。しっかりしてますね。ゆずる、あれ、今月の給料だよ。ありがとうございます。僕はおばあさんから給料の500円をもらった。1ヶ月500円ですか？うん、なんだい、不満でもあるのかい。部屋まで用意していただいているんです。これ以上はいただけませんよ。僕はもらった500円玉を肌身離さぬようにポケットにしまった。お前さ、俺らのこと舐めてるよね。いや、そんなことは。だったらとっとと返しやがれ。待ってください、もう少しで給料日なんです。金目のものはっと。あれ、兄貴、ここにマニックスの腕時計隠してやがったぜ、こいつ。それはおじいちゃんにもらった大切な時計。おい、あんまり舐めた真似すると戸籍ごと消すぞ。すみません。行くぞ、そいつも持ってけ。えい。あ、ヤクザさんだ。見つからないうちに家に入らないと。このアパートは住人全員がヤクザからお金を借りているようで、いつもヤクザさんが右から順番に取り立てていくんだ。出てこいよ、俺。分かってんだろ。よく考えてみな。持ち物全部質に入れてでも金を用意するこったな。分かりました。どうしよう、質に入れるようなものなんてないし、なんとかしなきゃ。やっぱ兄貴がいると取り立てもはかどりますよ。ヤクザさん、うちには来ないよね。来たら嫌だな。僕がそんなことを思っていると。兄貴、ここは。なんだこいつ。急に扉が開いてヤクザさんたちが部屋に入ってきた。兄貴はこの地区初めてでしたもんね。ここの部屋だけうちから金を借りてないんです。そうか、怖がらせちまって悪かったな。翌日、昨日は怖かったな。今日も僕はおばあさんの畑に行こうとしていた。鍵を閉めてっと。今日も頑張るぞ。あ、こりゃ500円じゃねえか。誰にも見られてねえな、ラッキー。それから数時間が経って、僕はお仕事を終えて家に帰ってきたんだけど、はあ、今日も頑張ったな。今日くらいは昨日もらった500円でちょっといいもの食べて。って、あれ、ない、僕の500円がない。僕は昨日もらった500円がいつの間にかなくなっていることに気がついた。どこにもない、どうしよう。部屋の中を探してみても、来た道を戻ってみても、僕の500円は見つからなかった。きっと落としちゃったんだ。おい、お前どうしたんだ。ヤクザさん。家に戻ってくると、そこにはヤクザさんが立っていた。それが、僕500円落としちゃったみたいなんです。僕の全財産だったのに。全財産、500円がか。そうです、僕1ヶ月500円で生活してて。1ヶ月500円。そうか、お前一人ぼっちで寂しくねえのか。それは寂しいけど。でも慣れちゃいました。お前よかったら、その兄貴、組長が呼んでますよ。なに、わかった。なんだったんだろう。はあ、今日からどうしたらいいんだよ。翌朝、僕は全財産を落としたショックから立ち直れていなかったけど、今日も畑仕事に行くことにした。すると、え、こんなところに。玄関の前になくしたはずの500円玉が置いてあったのだ。
昨日探した時にはなかったのに。とにかくよかった。これで1ヶ月なんとかなるぞ。しかし次の日、さらに信じられないことが起こった。あれ、なんでまたあるの？またしても同じ場所に500円玉が置かれていたのだ。誰かの落とし物かな。だけど次の日も、また次の日も、毎日僕の家の前に500円玉が置かれるようになったんだ。でも一体誰が？おばあさんは絶対に違うし、このアパートの人ではないはず。僕がそう考えていたその時。すいません。約束が守れなかったあんたが悪いんだぜ。そんな。おい、連れてけ。えい。助けて。もしかして、その時僕はふと思ったんだ。あのヤクザさん、もしかしてヤクザさんが500円を？ふ、兄貴、500円って何のことすか？うるせえ、帰るぞ。へい。言っちゃった。おじき、申し訳ねえ。今月も完済させることができなかった。来月には必ず。なことよりお前ら、何よそ者連れてきてんだ。お前、ついてきたのか。あのアパートのやつじゃねえか。すみません、どうしてもヤクザさんにお礼が言いたくて。毎日500円置いていってくれるの、ヤクザさんですよね。そんなのか、藤次郎。いや、知らねえな。ここはお前みたいなのが来るところじゃねえんだよ。あれ、出てった。ヤクザさん、ヤクザさん。だけど僕はあっさりと追い返されてしまった。そんなことがあった次の日。お、なんだろうこれ。この日は500円の代わりに大きなバッグが置いてあった。そっとそのバッグを開けてみると、これはお金じゃないか。え、どうして？その中には大量のお金が入っていたんだ。やれやれ、お前も素直じゃねえな。組長、なんでここに？ありゃお前の仕業だろう。何のことですかね。そして10年の月日が経った。誰だよてめえは。たまれ。なんだてめえら、騒がしいな。兄貴、実は変なやつが来てるんすよ。お前は？僕をここの事務所に入れてください。僕は10年前にあなたに助けてもらったゆずるです。あの後、僕はいただいたお金で学校に行くことができました。そして奨学金でいい大学も出た。どうか僕をこの組に入れてください。今日この日のために頑張ってきたんです。お願いします。ダメだ。そんな、どうして？僕は恩返しをするために今までたくさん勉強をしてきたんです。おい、お前、こっちに来い。どんなことをされても僕は諦めませんよ。いいから来い。僕は怖い顔をしたヤクザさんに恐る恐る近づいた。すると次の瞬間、立派になりやがって。兄貴。僕は力強く抱きしめられた。俺はお前に初めて会った時からお前が他人のように思えなかったんだ。お前の家に500円玉を置いていたのは俺だ。学費を置いていったのも俺だ。それくらいしかあの時の俺にできることはなかった。お前を応援したかったんだ。だが、だからこそそんなお前をヤクザにさせるわけにはいかねえ。そんな、いいんです。僕はどう見られたってあなたのそばで働きたいんだ。うるせえ。これ以上俺を怒らせるんじゃねえ。どうなっても知らねえぞ。だけど僕は諦めたくなかった。この通り、お願いします、お願いします。後悔しねえか。後悔なんてしません。必ずご恩を。おい、てめえら、おいつは今日から俺らの家族だ。長くしてやれ。よし。せいぜい役に立つんだな。ありがとうございます。よろしくな、ゆずる。これからは一人じゃないんだ。こうして僕は念願の家族を手に入れたのだった。